ミドルイースト航空はレバノンの航空会社ベイルートを本拠地としているアラブ航空会社機構の一員で同機構の加盟会社が作っている航空連合アラベスク航空アライアンスのメンバー航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している内戦で破壊された ミドルイースト航空のボーイング707から320型、キミドルイースト航空のエアバス A330 から200型、キエアバス A330 から200、エアバス A330 から200、エアバス A321 から200。ミドルイースト航空は1945年5月31日に設立された。第二次世界大戦後の1946年中頃には2機の ダグラス DC-3 を導入した。1949年9月には、当時アメリカで最大手航空会社であった、パンアメリカン航空との株式管理契約を結ぶ。そのまま成長を続け、1963年4月に3機の主ドカラベルを導入して、保有機材の近代化を図る。 1966年に1月には新たに初の大型ジェット機のボーイング720を、1967年3月にはビッカース VC-10 を、1967年11月にはボーイング707から320を導入する。その後レバノンは冷戦の余波を受けて長い間内戦となり、多くの機材が破壊されてしまったものの、内戦が終結した後には、 エアバス A330 から200、エアバス A321 などのエアバス機を数機、導入する。2006年7月13日のイスラエルによるレバノン攻撃により、一時運行を休止した。翌7月14日、航空機をベイルートのラフィク・ハリリ国際空港の誘導路より、離陸させ、キプロス、ヨルダンに避難させた。7月21日より、 シリアのダマスカス国際空港から臨時運航をしていた。8月17日、ベルートアンマン艦の就航を再開、8月22日以降アンマン経由で運航をしている。さらに9月11日から通常運航に戻った。2011年2月28日にはスカイチームへの加入を表明、2012年6月28日に正式加盟した。 2012年現在、ベイルートをはじめ、世界31都市に就航している。北アフリカ、西アフリカ、西アジア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、スイス、イギリス2019年9月、現在、ミドルイースト航空の機材は、以下の通りである。ありがとうございます。